数十億円の借金を抱え廃校寸前だった高校を復活させた校長のある改革を取材しました。すごいな。すごいね。せーの、最初の学じゃんけんぽん、よっしゃー。校長と全校生徒が本気のじゃんけん。取材スタッフに律儀に挨拶をする生徒たち。こんな学校の姿を10年前は誰も想像していませんでした。この男以外は万引き喫煙当たり前経営的に非常に危ない状況だったので、救いようのないやんちゃ高校、廃校への道を進んでいたのです。生徒を路頭に迷わせるわけいかないですから、やっぱりなんとかね、立て直さなきゃいけないと。校長が推し進めたある改革は功を奏し、入りたい学校へと変わりました。生徒のための学校とはどんな姿なのでしょうか。長崎県諫早市、この町にあるのが私立創成館高校です。この学び屋で770人の生徒が勉学に励み、57人の教員が教壇に立ちます。朝8時、教員が続々と校長室に集まってきました。輪の中心にいるのが奥田直文さん、創成館高校の校長です。陸上部が駅伝に出るそうです。まあ、当然校長先生も応援に行かれます。生徒が一緒に走って応援するそうですので、校長と教員の垣根のない和やかな雰囲気。教員心得10か条を昭和するのが決まりです。二条閣中断である。命を預かる一の存在である。子供たちに今から夢を出されることが生きがいである。教員は生徒のためにあれ。創成館高校の教員たちはその考えを念頭に置いて行動しているといいます。一番最初にやっぱりやんなきゃいけないなと思ったのは先生たちの意識改革。先生がきちっと生き生きしないと生徒が生き生きするわけないんですよ。奥田校長が問題の根幹と捉えたのは、荒れていた生徒ではなく教員でした。生徒に見下した態度を取る教員、生徒を置き去りにしたまま授業を進める教員は退職させました。また校長や教員の給与を 40% カット。教員の意識が変わらなければ学校は生まれ変わらない。教員はその改革を受け入れました。それほど創成館高校は窮地に立たされていたのです。万引き喫煙当たり前まあ、あとはもう本当にね、不法侵入だとか恐喝だとか、そういったことがもう日々あるような学校でしたね。はい。10年前は授業ができないほどの環境にありました。さらに経営も崖っぷち。こんなに借金が。学校法人が抱えていたのは数十億円にも及ぶ巨額な借金。最先端の学校を目指し設備投資に費やしたあまり、資金繰りが苦しくなっていました。頼みの綱の銀行からも、これ以上融資することは難しいです。廃校の道を選ばれた方がよろしいかと。このままでは廃校どころではない。奥田校長は自己破産も覚悟していました。10年前、ビフォーアフターやな。あなたを経験しないのが薄い顔したと思うよ。校長に就任したのは33歳の時。当時校長だった父親ががんにより他界したのがきっかけでした。
最悪の状態で受け継いだ校長の椅子。奥田校長は一念発起し、生徒のための学校を作ると不退転の決意で改革に乗り出しました。教員にはリストラや減給処分、一方生徒に対してはこんな改革を。毎週月曜日、全校生徒が集う朝礼です。しかし一般的な朝礼ではなく、奥田校長は元気朝礼と名付けました。さあ、それではですね、毎週恒例の本気のジャジメをやりたいと思いますが、朝礼で行われるのはじゃんけんです。ルールはただ一つ、本気でやること。長崎県諫早市にある私立創成館高校。10年前、倒産の危機に瀕したこの学校、生徒のための学校を目指した改革の一つがこれです。さあ、それではですね、毎週恒例の本気のジャジメをやりたいと思いますが、元気朝礼で行われるじゃんけん、およそ20分間の朝礼、その大半の時間はじゃんけんに費やされます。ルールはただ一つ、本気でやること。準備しよう、本気のじゃんけんいきます。それではご勝負お願いします。よし、せーの、最初のグーじゃんけんぽん。よっしゃ、勝てば本気で喜び、負ければ本気で悔しがる。これが元気朝礼たるゆえんです。みんなで、ね、元気で挨拶練習をして終わりたいと思いますので、ね、本気でやることが一番大事なんだからさ、みんなで本気で頑張ろう。みんなも一緒にますますいい学校を、ね、作れるようよろしくお願いします。終わります。この元気朝礼には意味があるのか。1年生の授業に案内されました。50分間の授業を除くと、本気のじゃんけんをするわけが見えてきました。月曜日の朝、大人でも集中力を欠いてしまう時間帯。しかし、およそ30人の生徒の誰一人として寝ていません。これが本気のじゃんけん効果のようです。月曜日ちょっときついのに、みんな一緒になって本気でじゃんけんして、もう楽しい学校です。本気のじゃんけんすることによってテンション上がって、1時間目からちゃんとしっかりと授業を聞けるようになりました。元気朝礼の最後に行われる挨拶、これも成果を生み始めました。生徒に対しての改革は挨拶なんですよ。まず最初手つけた挨拶しろじゃない。挨拶すると自分もハッピーになるし、相手もハッピーになるよと。それこそ自分の将来変えていくぜっていう話をしたんですよ。やれって言われてもやるような子たちじゃなかったから、そういう話し方をすると、帰る時とかにさよならとかって近所の人たちに挨拶するようになったんですよ。全校生徒が当たり前のようにする挨拶、これが創成館高校を救うことになりました。改革から数年後のある日、学校を訪ねてきたのは銀行マンです。もう融資はできないと最後通告のためにやってきたのです。ところが、こんにちは。立ち止まって銀行マンに挨拶をする生徒たち。もちろん生徒たちは相手のことなど全く知らずにです。こんな素晴らしい学校を潰すのはもったいない。
生徒たちがした当たり前の行動が銀行マンの心を動かしました。銀行が出した答えは融資続行。創成館高校は廃校の危機から出したのです。君たちの挨拶のおかげで僕は危機を救ってもらいました、ありがとうということは全校生徒に言いましたね。息を吹き返しつつあった学校、奥田校長はさらなる改革を進めました。あれは大号令出しましたけど、初めすごい反発食いましたね。校長が提案したのは今までにない学校説明会の開催。奇抜なアイデアにやりすぎだと教員たちから反対の声が相次ぎました。説得を繰り返しました。10年前、校長が提案した初めての学校説明会、その時の実際の映像です。なんとまだ33歳、長年の滞在生徒と横し、今までにない21世紀型の教育システム構築に燃えています。テーマはディスコ風、派手なスポットライトを浴びながら紹介される教員。荒れていた生徒もアロハシャツで精一杯学校の PR に努めました。私たちが落ち込んでいる気持ちをこう書き立ててくれる生徒たちの活気ある部分はものすごく感じて、まあ、それが支えになって頑張れたっていうのはあります。戸惑いもありましたけど、まあついていくしかないなという気持ちはありました。教員も生徒も心底楽しんでいる。あの創成館高校が変わった。評判は予想以上の速さで広がりました。ド派手な学校説明会は今や創成館高校の名物となっています。今年はおよそ800人の中学生と保護者が県内外から集まりました。オープニングはダンス、続いて体育館に作ったランウェイでは制服のファッションショー。奥田校長は自慢の喉を披露します。数ある学校の中でどのぐらいの位置づけで思ってますか？一番よ。一番第一志望。はい、第一です。第一どういうとこ魅力なんですか？なんかもうパンフレットとか見たんですけど、そっからでもなんか分かる楽しさ。受験生の心を掴んでいるようです。さらに校長はあるものを授業に取り入れました。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。引き続きご覧のスポンサーの提供でお送りします。これからの季節、あなたは何が気になりますか？乾燥、肌がガサガサしちゃって、すねが粉吹くんですよね。その乾燥肌、毎日の体洗いが原因かもしれないことをご存知ですか？タオルなどでゴシゴシ洗うことで潤いを逃がしてしまう可能性があるんです。え、そうなんですか？そんな乾燥肌の方のために生まれ、こういう授業になります。お風呂の中から乾燥肌対策始めませんか？長崎県諫早市にある私立創成館高校、生徒のための学校を目指した改革、その先頭に立つ奥田校長は独特な授業を実践しています。あの創成館高校7つの習慣 J が導入されて、みんなで6年目になるんですけど、今日の授業のタイトルは君は一人じゃない、こういう授業になります。それは全世界で累計3000万部を売り上げる大ベストセラーのビジネス書7つの習慣をベースに構築された授業です。学校に行けること、学べること、美味しいご飯を食べられること、高校入学後誰にどういう手で支えてもらったか、友達とか先生とかどうでしょう？共感できる人がいる、
この日はウィンウィンの関係を考えるというもの。共に得をし、共に利益を得る関係を築くためにはどうしたらよいか、今の自分を振り返りながらみんなで考えます。してもらうことで、してもらってばっかりだったなと思う人、ちょっと手を挙げてください。はい、ありがとうございます。いわゆるルーズウィンの関係だよね。自分はいいから、この関係って何歳まで続けられる。10年前は4割ほどだった進学率、それが今では7割にまでなりました。これまで学校休んだことある？ないです。ない、はい、休んだりすることあるの？あんまり。私まだ解禁です。え、何年生？3年生。解禁？そう。休まない？休んでない、楽しいです。昨年度の卒業生192人のうち29人が皆勤賞。3年間1日も休まなかった生徒が2割近くもいるのです。受験生の人気も上昇。去年の入試倍率はおよそ4倍に。入学した生徒の7割が創成館高校を第一志望に選んでいました。かつてはスポーツの優秀な生徒に入学を拒まれる状態。しかし学校のいい評判は風向きを変え、スポーツに長けた生徒も数多く入学。そして創成館選ばれました。野球部は2年連続で選抜高校野球大会に出場。体操部は個人団体と九州大会2連覇を果たしました。吹奏楽部も九州吹奏楽コンクールで初めて金賞を獲得。本気の気持ちが実を結んでいます。まだまだやりたいことなんですよ。もっともっと彼らには生き抜くツールっていうものを学んでほしいので、いっぱいこれからたくさんやりたいことあります。小山さんも立教大学で教えてらっしゃいますか、はい、いかがでしょう、はい、今の校長からなんていうのかな、どうしても教員って優秀な生徒をこう取りたいみたいに思っちゃうんだけど、うん、そうじゃなくて、はい、どんな人にもこう底力っていうのがあってね、うんうんうん、それを実は生かすかどうかっていうのは教員にかかってるっていうのが今こう分かって、ちょっと私もいろいろな反省しました、はい、であの校長先生は教員免許とか持ってないんですよね。だから良かったのかな、逆にね、大胆にできてね。菊池先生だから優秀な経営者にも僕見えたんですけど、あの校長先生は。あ、そうですね、うん、やっぱりあの教員の世界の中ではやっぱり考え方がどうしても狭くなっちゃうのかもしれませんね。そういう意味で外部の考え方を入れるっていうのはいいですね。ここから先だね。